さてじゃあ続きやっていきたいと思います。波動、うん、なんとこれ、とっとと出てこいや。いるんだろ、榊組の組長さんよ。榊組ってことはまさか、ああすごいな、気配で感じるのか。榊組、お嬢、一体何を。この人がそうなのかていうか周りのやつらの水木しげる感。セーラー服、なんだてめえは。お嬢、下がってください。奴らがどう捕まえてるのか見えねえんですかい。うん、真冬ママ、榊真冬、おお。なるほど。やめるんだってそういう意味なのかな。あ、余裕だ。お嬢。つまり、てめえが組長の一人娘、真冬ってことか。天然っぽい。聞いたことがあるぜ。ガキの間じゃ、町の三大ヤンキーの一人だとか騒がれてるらしいじゃねえか。この子もそうなんだ。だがな、ガキのお遊びと一緒にされちゃ困るぜ。俺たちは遊びでヤクザやってねえんだ。じゃあそっち行くね。てめえらにやられた兄貴の落とし前は今日ここできっちりつけさせてもらうぜ。ん？いて、うっ、おお、目力、アイスエイジですね。氷の女帝、ミツル様だこれ。
わあ、晒し巻いてそれだったんすね。さすがに怖えよな、刃物は。動じてねえぞ。どいて。どいて。すごいな、一切手を出さずに。おお、報復だったんだな。膝枕する？私はあなたのママだから。いいですね。右側のこれか、あれ？あ、消えた消えた。一応差分を。いいですね。あ、でも今は無理かも。学校か。今急いでて寝過ごして遅刻しちゃったから。その前に制服よ。膝枕はできないけれど、代わりに頭なでなでしてあげるね。月島人かっこいい名前だな。ギャリス、圧倒的なママ力すごいな。なんか何でも許してくれそうな。ん？さっき言わなかった？もうママだよ、私あなたのママ。おお、忘れんぼさんだね。ちゃんと忘れないようにたくさんなでなでしてあげる。よしよし、ママ力高え。すごい天然さんだな。私も忘れんぼさんだね。真冬ママいいね。カラオケ会館。ちゃんとあれだわ、仕事してんだな。金の卵。さすが社長ですわ。波動便利っすね、その機能。宝だ。先輩
お。すっごい格好してますね。なんか噂になってましたよ。抱っこ紐つけてベビーカーを押してるスーツ姿のこわもての人がいたって。こわもてなんだ。ショコラママ、ショコラちゃん。うん、相変わらずですね先輩は。顔見るより抱きついてこないでくださいよ。見る人が見たら痴漢で捕まっちゃいますよ。捕まっちゃうな。でも抱っこひもの中の赤ちゃん人形を守りながら抱きついてるところはポイント高いです。ちゃんと思いやりができて偉い偉い。おお、バターになりそうだな声といい。朝日奈ショコラ、甘かった書くんだ。ギャル、コロナちゃん思い出すわ。え、そんなの決まってるじゃないですか。先輩に会いに来たんですよ。ペコちゃん。というのは冗談で、友達とランチに来てたんです。超美味しいパンケーキ屋さんが近くにあって。おお、女子高生感あるわ。そんなに残念そうな顔しないでくださいよ。意地悪してるわけじゃないですよ。先輩に会いに来たっていうのは本当ですし、私先輩の目撃情報っぽい話を聞いてわざわざ友達と別れて探しに来たんですからね。あらよしよし、いつもながら甘えん坊ですね。大の大人が年下にこんなに甘えちゃっていいんですか。うん、先輩のママになってまあまあ経ちますけど、なってよかったです。可愛いペット飼い始めたみたいな。先輩って呼ぶんだな。結構でも年離れてんだろう。10個ぐらい離れてんじゃねえのかな。本当面白い。いいですよ。ギューってしてあげますね。ギューって。それで先輩はそんな格好で何をしてるんです？新商品のモニター本音でまくりでウケる。あ、そうだ、私も赤ちゃん人形を抱かせてくださいよ。はは。か弱い乙女の細腕にそんな力があるわけないじゃないですか。おお、かわいい赤ちゃん人形。こういう感じなんだ。あらあら、パイがちょっと。赤ちゃんって結構重いんですね。この人形の体重って本当の赤ちゃんと同じなんですか。あー、そうだよね。何キロぐらいなんだろう。3ちょいぐらいかな。へえ、なら私ももっと力と体力つけなきゃですね。今のままじゃ抱っこしながらお買い物とかできそうにありませんし。おお、いいお母さんになりそう。尊い。どうしたんですか？
いい顔するな。相変わらず正直。でもごめんなさい、さっきも言いましたけど私の舗装でじゃ無理です。ほーら、先輩は置いておいてママと遊びましょうね。うりうり、うん、裸も本物っぽい。小悪魔っぽい顔ですね。どうしたんでちゅか、お腹すいたんでちゅか。もうお昼でちゃもんね。じゃあママのおっぱい飲ませてあげないとですね。あ、ちょそこまで。わざとか。もしかして先輩も授乳されたいんですか。抱っこは無理ですけど授乳はできますしね。おっぱいに吸い付いてもらえばいいだけですし。ふわっと。こんなとこじゃダメでしょ、さすがに捕まっちゃうよ。理不尽だな。うん、うん、なんかあれ思い出した、あのギャグマグビアリの熊吉。でも誰にも見られない場所でなら二人きりの時ならしてあげないこともないですよ。え、どこ行くつもりだ。ごめんなさい、無理です。先輩は本当に面白い人ですね。クールな顔して喜んだり悲しんだり大忙しで。でも安心してください、無理っていうのはもう昼休みが終わっちゃうから無理ってだけです。そっちか。はい、先輩のお家でならしてあげないこともないですよ。確約欲しいんですか。でしたらん、いくらだ。私を本気にさせてくれたらさせてあげますよ。おお。言ったじゃないですか。可愛いペットを飼い始めた感覚だって。先輩も知ってると思いますけど、私の家病院なんで、ペットとか飼っちゃダメなんですよね。お嬢様なんだな。だから今はまだまだペット感覚っていうか。面白半分みたいな感じでママやってますけど。西はノリかなりいいけどな、うん、だいぶその通りです。ゲームみたいで面白くないですか。それに私を本気にさせてくれたら、お
ことも好きにできちゃうかもしれませんよ。これはもてあそばれてる感じだな。いいな、なんかみんなあれだわ、個性があって良いですね。それじゃあ先輩、今夜ちゃんと家で待っていてくださいね。気が向いたら授乳させてあげないこともないですよ。はい、ほう、わかるですよね。さてというわけで、どうしようかな、まあ、キリが良いのでここで一旦終わりたいと思います。もてあそばれてしまいました、うん、だがそれがいい、うん、休憩するならママの胸の中でですよ。うむ、お疲れ様です。んだよ、ママがお休みのチューしちゃ悪いのか。